きチャンネルジョン、こんにちは。さあ今回は、はい、奪三振率勝負です。はい、はい、率ですからね、数じゃないから。奪三振率、はい、だからリリーフの投手陣も入ってきますよ。はい、だから要はそのピッチャーが1イニング投げたとしたら、うん、何個三振取るのかっていう奪三振率です。はい、はい、その年に取った数じゃないわけですね。はい、あ、だからリリーフも選べるってこと。選べるんです、はい、うんうん、だから今回のルールも、はい、12球団、はい、1チーム1人、うん、で被ったら取れません、はい、ドラフトで、はい、で先発6リリーフ6です。だから66、必ず66になるように取る、はい、でしかもここからが、ピッチャーは規定投球回数いかなかった場合は3分の1減ります。はい、だからもし3分の1減る、だからもし12だった場合は4減ります。4も減るの。はい、で、先発が15試合投げなかった場合は、はい、半分になります。半分、はい、だから16だったら6になります、うんうん、でリリーフは40試合投げなかった場合は3分の1減ります。3分の1、はい、25試合投げなかった場合は半分になります。半分、うわまあまあ通年通して頑張れる方は選んだ方がいいってことですね。そうそうそう、怪我なくね。怪我なく、はい、いつ怪我するか分かんないからね。奪三振率だからね、はい、これ一番最初誰行くか大事よ。うん、本当ですね、うん、一巡目迷うな一巡目かぶりたくないな。いや、かぶりたくないよ。一巡目かぶりたくない。いや、よし決めた。もうここでいいですか。うん、第1回戦闘気持ちいいし、いいですか。はい、いいです、いいですか。じゃあ皆さんもね、一緒にやってくださいよ。はい、皆さんの第1巡目も一緒にやってください。全員でね。はい、いきますよ。はい、せーの、松井裕樹。わー、え、佐々木朗希松井裕樹です。なんで佐々木朗希なの。いや、佐々木でしょ。僕絶対一本釣りできると思ったんですけど。え、なんで。え、佐藤さん、松井裕樹、はい、っちゃいました。あ、欲しかったな、楽天で。よっしゃ、あ、佐々木ですか。はい、佐々木いなくなった。やったやった。いなくなるのでかいからね。いや、そうなんですよね。かぶったらもういなくなるからね。やった。いいもん、別に。うわー、これ40試合投げてくれるかとか、そういう子もありますよね。じゃあ、でも元気でリリーフをもう1年間やったら40は投げるからね。そうですね、うん、よし決めた、はい、決めました、うん、はい、せーの、大勢、私大勢投手で、はい、ジャイアンツ山本さん行きましたか。はい、じゃあ、まあ佐々木朗希選手か山本選手取れたらいいっていう計算で、うん、でまず一旦潰そうと、うん、人を、うん、佐々木なくなったね。本当にもう佐藤さんも先生も性格悪いよ。いやいや、そうです、佐々木なんて行くのは当たり前だから、俺はそれを行かないで松井裕樹って言うから。いや、私も絶対先生は違うとこ行くと思った。いや、佐藤さんももう佐々木朗希を外してくるだろうなって気がして、なんでかぶせてくるの本当にもう。さあ、じゃあ第2巡いいですか。はい、いや、全然ダメです。またどっから行くの。考えすぎだよ。あの、例えば伊藤大海投手が今先発やってるじゃないですか、うん、これシーズン途中から中継ぎに戻った場合、こういう場合どうします、中継ぎに戻った場合は、うん、だからもし先発で15投げててリリーフで25投げた ら両方クリアしてたら最低限のランクを、はいはい、だからセーフす、はい、そしたらもう 、はい、満票です。最低限のやつを両方クリアしてた。だから先発だった15試合とリリーフ25試合がクリアできてれば、うん、だもし先発5試合とかだったらリリーフはもうその全部クリアしていかないと。チーム事情でちょっとあるかな、うん、よし決めた。いいですか、はい、うん、いいですか、はい、じゃあいいですか、うん、せーの、種市。うわロッテ取っとこうと思ったんだよ一緒の考え一緒の考えだった。うわ、2連続かぶりもうそんなに考えて種市出す音じゃなかったよ。もう一瞬だったよ種市は。いや違う、だってその本当にこう行くか、それともやっぱり取っとくべきチームのところに行くかで迷ったんですよ先生誰。僕は藤井。ああ、もうロッテもう誰も選べなくなっちゃった。いやいや、もう全然いるよ全然いるよ。もう佐々木種市ね、かぶっちゃって。そっか、そしたら
決まりました？うん、決めた。いいですか？はい、せーの、高橋奎二。はい、ヤクルト平。ヤクルトはね、あの打たして取るピッチャーが多いからね。うん、あ、そうですね。うん、平ってどっちですか？あの、ライオンズの方。はい、じゃあ3巡目か。いいですか？じゃあ先生、ここ行くだろうな。いいですか？いや早いって悩むの。じゃあ決めた。いいですか？はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの、マーネロ。モイネロ？モイネロ。なんでだよ。なんでだよ。先生だね。マー君。もうなんで佐藤さんと考えること一緒なの。もう本当やだ。もうあれちゃう。映ってきてんちゃう。だってこんなピッチャーいっぱいいるんですよ。全部かぶり？全部かぶり今。まあいい線いってるってことですね。好きだねかぶり。はあ、嘘でしょ。よし、決めた。いいですか？うん、せーの、高橋宏斗。嘘でしょ。嘘。え、12球団いるんですよ。高橋宏斗言ってくる、ここで。うん、いや、中日行っとこうと思って。チーム変えたのに、なんでついてきてんすか。え、もう先じゃモイネロ高橋宏斗分けてくださいよ。もう最悪。おい、どうすん、どうすんだよ。どうすんだよ、本当にもう。もう俺はもうできてます。もう決めました、うん、もうかぶんない。それは他、それは俺が言いたいよ。いいですか。え、もう決めましたよ。うん、じゃあいきますよ。え、やばい、なんかかぶりそうで怖い、これ行くとこ行ったら一緒な気がする。行きますよ。はい、せーの、来年のマルティス。来ると思ったんだよ。潰し合いじゃん、もう。外していこうよ、じゃあ。いや、そう、外していきましょうよ、だから。真似しないでよ、俺の。いやいや、真似してないよ、もう。こうやってかぶるのが一番良くないんですよ。そうですよ、どんどん人消していってるからね。ほんとそうですよ。うん、いいですか？よし、いいですか？はい、もうかぶらないですか？大丈夫ですか？もうかぶんないっす。いくよ。はい、せーの、栗林。え、あのヤクルト、うん、俺栗林広島。はい、佐藤さんが栗林で、先生がマーク。先生がマークってことは、私はイーグルスは後でいいんだ。次です。はい、もうやばいですよ、かぶってるの。今 1,2,3,4,5 人もかぶってますからね。取れないです。まあ先生も取れないってことですかね。そう次、うん、いいですか。はい、もう全然ダメっす。早く。だって今これリリーフ先発でしょ。でもいいですか。まだですか。でも私、あの、欲しい人5人もかぶっちゃったんで、じゃあ、はい、決めました。いいですか、うん、次40名ですね。うん、はい、じゃあいきますよ。はい、せーの、トモ。うわー。確かにね、か宮西投手。あ、宮西、うん、宮西40試合投げるから。宮西がちょっと微妙です。え、40だけない。うん、今、勝利投手のとこいないからね。方程式入ってないから。あー、でも大丈夫。勝利の方程式入ってなくても中で投げればいいんですよ。東郷。はい、大丈夫です。大丈夫な。はい、じゃあいいですか。はい、せーの、グリフィン。乗らないって決めてるんですよ、グリフィン。最近、はい、阪神。東郷いなくなったじゃん。決めた。決めましたか。決めました。じゃあいいですか。はい、せーの、高橋光成。大瀬良投手。高橋光成、噂は。いや、このリリーフと先発の比率ね。そうなんですよ、これも考えながらいかなきゃいけないからね。そうなんですよ。
お伊藤博美やめたの？やっぱりリリーフも行ったら困るから。いやまあちょっとね、僕も先発5枚取っちゃったんですよ。そうなん？先手一勝で早いね、はい、じゃあ俺もリリーフ先取っていこうかな。いきますよ。あちょっと待ってまだなの？むずいってある球団が一番難しい。やっぱ悩んでるとこ一緒だったらすごい嫌だな。はい、 OK です。僕これでいきます。もうこの糸が投げなかったらもう無理です。いやでも三振そんなに多い、まあ、でも通年頑張るっていうことを考えた方がいいかもしれないな。奪三振率ってアウトの中の三振の数ですか？投球回ですか？そうそう、 1試合投げたら何個だ、防御率だったら1試合投げたら何点取られるかでしょう、はい、だ奪三振率は1試合投げたら何個三振取るかだから、だから防御率悪くても、うん、三振取るピッチャーの方が奪三振率が高いってことですよね。そうもちろん。なるほど、防御率が低いいいピッチャーよりも三振取るピッチャーの方がいいってことですもんね。うん、でもそしたら試合数そんな投げなくなるから。そうなんですよね。そうだよな、途中から出なくなるもんなそこなんだよな、それむずいって。だから大げさに言うと、うん、あの奪三振率12なのに、うん、あのリリーフで40試合投げないやつより、はい、奪三振率9で40試合投げてるやつの方が上だからね。4分の1、ね、うん、3分の1減るから、4減るから8になっちゃうからね。そうですよね、うん、しかも25試合投げなかったら6になっちゃうからね。そうですね。まだですか？え、じゃあ私この人いっとこ。いいですか、うん、いいですか、決めました。はい、せーの、西純也。あ、西純也。あテルトも三振取ろう僕教えてください。ロッテ誰が一番いるんですかこれ？え、いやまだだって袴田さんロッテ取ってないから言えない。あ、そっか、うん、私は涌井投手信じるんですよ。もうオスナみたいになってくれんかなって。涌井、はい、大丈夫？もう今年は規定投球回いかへんで、あの、いや、もう今年は通年投げてくれると思っている。涌井さん、いい涌井さん、うん、今年は大丈夫だと思う。じゃあもう3分の1減るのはもう覚悟で。いやいや、今年は規定投球回行く。行くの？行く。おお、中日のやっぱりあの苦しいところを涌井投手助けると思う。そうやね、やっぱ先発は規定投球回絶対行くやつ入れた方がいいよな。うん、3分の1減るってでかいよね。大きいと思います。12で4も減るんだもん。だ、うん、あ、そう、まだ中日中には行くから。いやー、青柳とかにしとけよかったかな絶対行きますもんね。アンパイアでも入れといた方がいいですよね、うん、そうやな、そこやな。阪神私後でいいんだ、うん、規定投球回か40試合絶対投げるやつ、うん、じゃ通年通して頑張ってくれる人の方がいいですよね。いや大丈夫、西純也は頑張ってくれる、うん、規定投球回行くかな。規定投球回って結構やからな。ペルドも40試合投げんのか？ペルドもあるけど絶対投げます。涌井投手今年いけそうだよね。絶対行きます。いや、規定投球回やぞ、うん、いけます。規定投球回って、はい、あ、でもなかなか行く人いないですもんね。5回とかで変わってたら行かれへんで。いや、いけます。結構今年やっぱり今なくてはならない存在だったんですよ、うん、そうなの。今のところでも6回負けてるけど、はい、6回とか投げてるよね、ずっとね。絶対いますよ、うん、いや、このね、男気で涌井投手は今年は行くよ。行く行く、絶対います、うん、もうなんか先生何の根拠もないけど先生に絶対行くって言われたらちょっと安心するわさあ7巡目、うん、私今先発が 1,2,3 今半々だ。私決めた。いいですか、うん、いいですか、はい、せーの、オスナ。オスナ投手、うん、ソフトバンクの、はい、小笠原。ヤクルトのオスナでしょ。だから三振取れへんからゼロだから。ヤクルトの方でしょ。違います、ソフトバンクのオスナですそっちのオスナ、うん、そう。俺はあのエスコバ。エスコバね。エスコバはもう絶対40試合投げるから、うん、オスナ投手も絶対40試合投げるから先生誰だっけ？僕ね、小笠原投手。ああ、さあ、次8巡目。はい、OK OK、はい、はい、いいですよ、はい、いいですか、はい、せーの、西野。山崎総一郎、うん、俺、西野、はい、ロッテの山崎総です。そう、うん、先生は？僕、入江投手です。あ、DNA、はい、ってことはもう被んないのかな、私。
あ、もう俺、あ、私も被んないです。俺ももう全部被んない。じゃあよっしゃ、感じで。じゃあ、リリーフが1,2,3,4,5 だからあと1人か。俺今俺あと先発あと1人だから、俺先発で、ね、ソフトバンク、はい、石川シューターだ、うん、これで俺先発 OK、はい、私イーグルス、うん、あ、待って待って、あ、まあ乗り元で行こう、うん、まあ順当だね、もう乗り元しかいないよね、うん、最多奪三振を何年連続取った人ですから、うん、先生はもう誰でも取れるんだよ、うん、西武水上、はい、でロッテ DeNA タイガースだからヤクルト広島巨人、でもやっぱり中日は清水そうそうやってます、ね、広島ケムナ、ケムナ、はい、ケムナ、日本ハム、今のいや三振取るんだったら石川直也とかもな、いいんだよね石川直也でしょうかな、これ40試合投げる？投げますね、投げるやろ、はい、これ、うん、俺石川にするわ、やっぱり日本ハム、じゃあ私 DeNA 今永投手で、うん、でも俺宇田川にするわ、体強いって言ってるから、うん、めっちゃ強いっすよ、うん、よし OK、 阪神桑原、桑原、はい、今私あとリリーフ1人、うん、先発1人なのでどっちをどっちにしようかなっていうのがあって、もう選び放題じゃん、そうなんですよ、あと佐藤さんロッテ誰がいいですか、あ、僕あのヤクルトは木澤でいきます、あ、木澤ね、平成つもそれ、そうしたら俺の判断になるなもうあれでいいやん、沢村、中村、中森で、ん、中森、中森くん、じゃあ俺の精神事情予想、去年の佐藤さんの中日誰でしょ、俺中日は清水、西野とかどうなんですか、でも俺が取ったの、あ、そうか、そうです、まあ人の話聞いてるよでも松坂、沢村しかないよ、うん、どっちかだ、そうですね、うん、じゃあもう増田投手行こうかな、うん、そうですね、もう安定、そうだ、増田投手行こう、うん、で、阪神先発や、うん、青柳投手かな、でも青柳ちゃん、うん、青柳投手ですね、西勇気も取れるし、うん、いや、そう、両方とも多分規定投球が行きそうだからどっちにしようかなってなって、西の方は三振取るかな、西の方が今年はいいんですよ、っていうのは、うん、梅ちゃんでここで使ってもらってるでしょ、うん、梅ちゃんって絶対、うん、いいんですよ、西は来てる時に行くか、絶対今年頑張るんです、西取ってるよ俺が、西純也でしょ西勇気ね、よし私西勇気にしよう、はい、同い年なんで同級生決まった、ああよし、よし、これで、はい、全、うん、タイトルの全、まあ、この遊びのゲーム、はい、終わりです、うん、だから打率、うん、ホームラン、打点か、打点もやる、で、勝ち星、うん、貯金、奪三振、防御率で、防御率だから全7項目、7個もやったの、あ、全で、この奪三振率は、はい、全部を足していって、うん、一番高い人が勝ちね、はい、はい、そっか、うん、で、先ほど言ったようにマイナスあります、はい、で全7項目で1位が1ポイント、はい、で2位が2ポイント、で3位が3ポイント、はい、でこれを全部足して一番少ない人がチャンピオンですよ、はい、これチャンピオンなんかご褒美あるんですか、チャンピオンどうする、チャンピオン、チャンピオン見てるから、だから来週じゃあチャンピオン、はい、チャンピオンはだから、はい、じゃああれにしよう、敗者2人がチャンピオンを、はい、食事におもてなし、あ、いいっすよ、自分のおすすめの店を、うん、行ってきてくださいって、うん、一緒に行くんですよ3人、で自分のおすすめの店を紹介してチャンピオンにご馳走するっていう、え、やだよ、そんな、でも見てる方がもしかしたら、うん、あの私のこれをチャンピオンにプレゼントしたいとか、うん、企業さんだったらなんかちょっとなんかね、ジャルが見てたらもしかしたらチャンピオンへの、あ、確かにそういうこともね、見てる方あるんで、うん、あ、じゃああれにしようよ、チャンピオンに、そのチャンピオンにふさわしいものをクリスマスプレゼント、うん、あ、いいっすね、自分の中でそれにしようよ、うん、
だから敗者2人が、はい、チャンピオンにクリスマスプレゼント。佐藤さんチャンピオンになったらちょっと面倒くさそうじゃん。ちょっとこれご褒美やめて罰ゲームにしようか。それにしようよ。そしたらいいじゃん、チャンピオンにクリスマスプレゼント。じゃあそれを買いに行くっていうのを取りましょう。あ、確かに佐藤さんにクリスマスプレゼントっていう、うん、佐藤さんが勝つのかな、佐藤さんにね、チャンピオンだったらね、うん、チャンピオンにクリスマスプレゼントにしようよ。そうしましょう、うん、で、何買ってくるかっていうね、うんうん、オッケー、じゃあチャンピオンに私たちからというか、負けた2人から。もう負ける前提ですか。いや、私意外とね、防御率はいける気がする。いや、7項目から7項目あるけど。で、それで、はい、タイトル、うん、選んだ人の中から、うん、タイトルホルダーが、はい、だから要は奪三振率も1、すべてにおいて NPB の中のタイトルを取った人が、うん、取ってる数が多い人もチャンピオンだから。はい、でも結構かぶってるからね。あ、そうしようよ。だから7項目中そう足していった一番少ない人がまあチャンピオンじゃん、うん、がこれはチャンピオン、はい、でタイトルホルダーを一番多く取った人もチャンピオン。だから一人敗者になったら、うん、その人が二人にプレゼント。で、これまたね、オールスターブレイクくらいで、はい、ちょっと中間。7項目中間やるんですか。だからそれは投手園、野手園で2つの動画で見る。2つとかで、ね、はい。ちょっとそれは、中間やりますから。そうですね。もうね、自分が誰選んだか覚えてないです。7項目やったら。これ勝負だね、はい、だからね、視聴者の皆さんもこれ7項目ね、うん、全部やってみてね、はい、自分はどうだったかやってゲームするとね、うん、面白いんでね、はい、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。ありがとうございました。